何もメールが送れない、頼ん頼んですから。全然見て、全然送れない、おかしそうないもん。あれあれ速度来たの、全然メールが送れない、はい、全くメールが送れない、はい。もう全然送れない、なんで、ここなんなの、どこなの、トンネルとかなの。もうあいあいあいあれみたい、あのフェアリーテイルの、え、それ今だってミミいつもやってんじゃん、あいミミ、あいじゃあしてない、してるしてないよ、してるよ、してないよ、してるのはアカリンだよ。それはあかりん、にゃにゃ福田、にゃすごいよね、と、うん、にゃ出てくるんだよ、金曜だよ、あいあい、あいじゃないよ、みゆ、あい言うよ、あい言わないよ、ウェイ、ほんとに送らないんだけど、なんでショールームはできるのに、あ、ほんとじゃん、みゆのつなぐ、違うよ、Wi-Fi、いや結構違うよ、 Wi-Fi がそもそもさ来てないとかじゃない、だってかも低速来てないもん、か電波がないんよ携帯の、低速来てないのそれ、そうだよ、だってかも無制限だもん、どう低速来ないよ、無制限、めっちゃええよそれでしょ、使い放題、そうだよ、え羨ましい、ド変態みたいな格好。うぜうぜ、それを言うんでね、全然メールが送れない、はい、全くメールが送れない、はい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 、定期、嘘、定期日なんだ。いいね、ありがとう、バラもありがとう。メールが全然来てない事件が起こってる。面白い。で、ここからカノンタを見るのが面白い。タニア、誰もありがとうございます。バーミントリーさん、タコチューと花束とプカラシとアイスとバラとバラありがとう。ナオくん、プカラシありがとうございます。セミちゃん、ハートありがとう。カズリもプカラシありがとうございます。ブーさん、ハート、ありがとう。たずみやんこさん、プカラシありがとうございます。よし。プカラシ。プカラシ。アザラシ。君がつけたんだ。ねえ、メールが送れない。なんで、送れた？送れた。え、なんで？あ、わかんない。ここ来て送ったかわからん。これ部屋のせい？一回部屋から出たりしたらいいんかな？退場、カノンタン退場、プカラシ、そう、なんでプカラシってつけたか知ってる、プカプカしてるアザラシだから、あ、なんで終わった、誰かがやってた、え、プカラシってつけたのかと、あ、来たこれ、こんだけなんだけど写真、いやだー、あっち行って、すごーい、かわいい、かわいい、いやー、ね、待って、痛かった、ね、本当に触らないで、本当に痛いから。いつもこんなんよね、うん、カッパの仕業、そうだ、カッパの仕業、うん、何それ今してる、全然知らないんだけど。知らない、あんまりね、メンバー見ないもんね、そんなね、うん、え、見てるよ、自分が出てるやつは。それはね、それは見るけど、自分じゃないのとか、あ、見ないじゃん。うん、全然見ない。なんか、てか見れないもん。見れなくない？見るの。どうやって見るの？逆に。ね。あい。ね。あい。カノン。あい。ここで活用してきました。
そう、かのんたんがいるよ。来てくれた。だってショールーム全然配信しないから。誰が？まだ負けが。あ、ずっとこう待機しながら、いや、みよこれから、あ、ちょっとなんか、ちょっとメイクもうガンドレしたから、もうちょっとなんかしようかなと思って考えてる途中にやられたから、あ、やべえ。さあ、もういいや。メイクしようか、みゆみゆ考えてたから配信開始したった。メールが全然送れないとか言いながら、そう、こっち来て、ボタン押しちゃった。そう、押されちまった。今日の前髪みゆみゆみたいじゃない？どういうこと？ハゲてる。は？いつもハゲてるっていうの、みゆの前髪が。みゆみゆの前髪透かしてるんでしょ？透かしてないよこれ。え、なんか一時期透かしてたよね。ああ、ま、あの、重く、なんだっけ、長くてとか言ってた。そう、長くて重くて。でも来た。長くて重くて大変だね。大変だね。君、透かしてるじゃん今日。最近少しで違うんよ、うん、メイクさんがね、中の前髪だけ切ったからね、透かさないとね、ここにねしまってる前髪長いから、そう、前髪の巻き方わかんないの。うるさいと思う。中だけ切ったの？中だけ切る。だからハサミ買ってきた後で切る。え、どういうことなそれって。すごいな、切り方が斬新。ううぅのぞみよこさん、ハートありがとう。可愛いかも。どっちがいいと思う？すごい、どっちも一緒の顔じゃない？どっち？お目目が大きく見えるの、そっち。それな。え、でもどっちもどっち。こっちにしよう。消されちゃった。みゆみゆの案不採用。すごい。でーん、みゆのなんか可愛いよ、だってちょっと。いやちょっと、いや、ここは見ようとなんだから、それをカノンが読んでしまったんだけど。やったん、ありがとう。何このクソ熱そうなカバン。え、そう、シミはリップ塗ってくるわ。誰もやらない。配信に誰もなくなっちゃう。なー、おいしい、おいしい。ダメ。あれ、自分のね、それズボンさ、やばいね。ズボンだよ、いいじゃん。マジ強いわ。あ、待って、あった。さすが、カバーパイセンでしょう、すごいでしょ。みんな思ってない？ねえ、本当に思ってないと思う。それはそう。そう、映ったらどうする？大丈夫、いいやつね。うん、でも大丈夫なやつだから。大丈夫。あ、みんな、そう、想像したい。それ想像してるね。彼女最近やってないんだ。飽きたって言われて。え、そんな、みんな飽きたんじゃん。え、え、ね、飽きるっちゃ、飽きるっちゃ。何それ。にゃー、うるさいって怒られそう。ウェイ、これ何、どこのリップ。すごいジェルなんだけど。ティームリボリューション。ティームリボリューションだよ。違う。乗ってるよ、なんか。似てるでしょ。似てる。何が？ティームリボリューション。もう差し戻って。マジ？あれか。あの、とか見れないんだってね。後半？うん。どっか一緒だっけ？チーム、あれ一緒だっけ？違ったっけ？チーム一緒だったよ。あ、赤だ。あ、いたっけ？いたよ。でも自分は覚えてないでしょ？ん？カノがいたか覚えてないでしょ？覚えてるよ。カノ覚えてない。え、レジスタンスいたのは覚えてた。本当？全然覚えてない。ひどい、この
こひどい。だってカノンがいたの覚えてないっしょ。ん？カノンがいたの覚えてないっしょ。いや覚えてるって言ったじゃん今。どうそうだ。覚えた。私は知らないよ。え、なんで？だっけ。ひどい。この子ひどい。目のこと綺麗なの？どっちかわかんない。この七並べ白だって白はせやろうって。七並べ？うん。どうしたその笑顔。七並べ。七並べ。やばいよ七並べすごいよ。あのね。今したいよ。携帯バッチに。やばい。あの携帯取って。ちょっと見て。いるよ。やばくない？ちょっとびっくりしちゃった。やばい。うん。ありがとう。すごい見て。びっくりした。突然終わったって。多分大丈夫。更新されちゃったかな。突然終わったってそういうことね。ね。びっくりした。今びっくりしちゃった。あ、ただいまー。おかえり。ゲルタって。なんかサメみたいだね。違う。ありがとう。ありがとう。はってなってきた。ただいま。ただいま。バンされた？え、バンされてないよ。バンじゃないよね、多分。うん。あのミエが間違えて押した。なんでバンされたの？逆に。ん？何も言ってないよね。うん。バーン。多分こっちでミュー間違えて押したと思う。あ、こっち開いたからだ。そう、こっち開いた。押しちゃいました、すいません。ヘペロ、ごめんなさい。押しちゃった。あ、縄跳び飛んだ。29回。あ、29回だったっけ。ミューたち、でも知らない。29回だったらしいよ。え、それもう放送されたの？うん、だって書いてあった今。何が29書いて、29書いて、うん、見ようかな。しるくん今忘れちゃったもん。ネタバレすいません、しちゃった。ネタバレしちゃった。見てない人にはネタバレ申し訳ない。あ、今放送してるんだって。ごめんね。29回。私たち29回だったよ。どっかの県はまだ放送してないよ、ね、だって。今日は久々に地方の来てみました。下は、下はショーパン。これショーパンなの？ねえ、これショーパン、ショーパン、ショーパン。そう。みんな、君、可愛くないかな、の下のスカート。可愛い。みやみやは、かのこれお揃いだよ、見て。お揃いだわ、確かにそれだった。シャンパン見せてる。いやいや、絶対無理。でもカノン履いてる。履いてるの？履いてるよ。履いてますよ。履いてるって履いてるよ。じゃあ履いてるよ。普通に履いてる。この話はやめよう。もうみんなやめよう。爆笑に笑ってつける人初めて見たんだけど。爆笑してんのか笑うのかさ。爆笑に笑ってつけてんの初めて見た。爆笑にさらに 笑っちゃってるんで。うん。すごい。もうやばいね、バクバクショーぐらいしてる。そうだね、確かに。中学生の時にさ、うん、なんか爆笑はみんなが笑ってなんか爆発したみたいに笑いが起こるから爆笑っていうの。今の時点では5人しか笑ってないから爆笑とは言いませんみたいな。
わけわからんこと言ってくるやつだったよね。先生それ。うん。知らない。うん、そう。爆笑の意味が違います。は？何その生徒やばいね。いなかった？いなかったよ、みんな。いたよ。ね、絶対いたって多分。え、いた？そんな人。そんな人いました？なんか先生トイレ、先生はトイレじゃありませんみたいなレベルの。ああね、そんな感じの、そんな感じの人がいたい。ああ、ね、何やったんこいつと思って。なるわそら。面白かったわ。面白かったんか、うん、いないと思う。何言ってんだろうと思って。いたよね、ほらいたって。いた。あ、本当だ、渡りにいた。うん、結構いないって。ネット上ではいる、結構いそうな気がする。あげ足君。パッパッパラッパッパパ。名古屋にいるの？え？いないよ。大阪にいるの。なんだっけ、もしもしメリーさんみたいな。あ、私ドアの前にいるの。私メリーさん、今あなたの後ろにいるの。わかったわかった。しめりーさん、今ドアの前にいるの。怖いよね。ありがとう。そう、ミニーさんの声可愛くない？ミニーさん、メリーさん。え、何と比べてんの？え、可愛い声してんなみたいな。そういうこと？まあ声はね。でも怖いよ。一応ちょっと後ろにいるんだよ、気づいたら。え、絶対可愛いよメリーさん。あ、声可愛いもん。確かに声可愛いよね。めっちゃすごい。可愛い顔って感じの声してる。あーね。でもさ、メリーさんってさ、どっからどう考えてもさ、うん、日本人じゃないじゃん、メリーさんって名前ね。うん。なんか I'm Mary みたいな言われよってもさ、知らん、気づかんくない？英語で言われたとこでさ、怖くはなくない？何言ってるんだろうぐらいしかさ、確かに思わんなって思うんだ私。やばい、言ってきたらめっちゃ爆笑しちゃうね、逆に。あ、うん、無理。めっちゃおもろいそれ。で、メリーさんから電話来たことある？ない。あったら怖いけど。あるの？逆に。え、あるの？心霊体験したことある人いるんかな？結構くる。あるんかな？なんか私一回もない、そういう体験がある。お化けいるの？信じてないの？うん、なんか別に見えないもんだってかも。確かに信じたくないし、うん、見えない。みゆみゆ今ぶら下がってるよ。そういう何がどこに？それはあれ、陰謀テレビです。ああ、ホラーのやつかな。でみゆみくちゃんあれ嘘だ。みゆみゆ今ぶら下がってんのやばいじゃん。どこで見えてんの？普通にありますがね。かだって、やば、あるんだやっぱ。カノン落ちた。俺も見えんって。病院によく、やっぱいるんかな。うーん、病院やっぱいるんかな。病院って結構あれじゃない？肺病院とか肺高。カノンもね、うん、前一回だけ行った病院が、病院 の、うん、その建物を変える前の病院、うん、変える建物を明日から新しい方の新館にしますって言ってたもの、うん、その新館じゃない方に、だから前日だから行ったの。しかも深夜だったから、肺炎になっちゃった時、うん、めっちゃやばかった。あれは私見えないからあれだけど、見える人からしたら絶対だと思う。めちゃめちゃ怖かった。なんかお化け屋敷レベルに怖かったもん。電気とか全部ついてないから怖ーと思って。やばかったわ。そんなこと思いながら行ったの？めっちゃ怖いじゃんと思って。え、深夜に行くの病院？うん、そう、やばかったんや。
やってないの？やってるよね。救急病院ね。ちょっと怖かった。マジよ。いや、あれはマジやばかった。なんか青いんよね。じゃあ本当に霊感の強い人とか絶対見えるかな。見えそうじゃない？でも彼女は霊感が全くないので。それはそうですね。あとさ、その時はさ、しんどすぎてさ、熱あるし、うん、もうなマジ、お化けどころの騒ぎじゃないの。こっちもしんどいもん。まあ、そう、そうな。死んでんだからよく頑張った。眠そうだって。どっちが？今日のね、もう怖かった。いや、今日はね、暑くてやばかった。もうそれは本当にだってさ、うん、なんか一部二部三部の人たち誰かがさ、うん、もうライブ終わりぐらい汗かいて帰ってくるからさ、どうしたのみたいな。いや、もう私もうね、印象的に起きちゃうかな。起きちゃう、ね、めっちゃ面白かったね。前髪がねめちゃめちゃそう、あの2部終わってぐらいから、1部終わってぐらいからだったと思う。1部終わってぐらいからもう前髪やばくて。面白かったね。やばよかった。どうしたの？大丈夫？と。いや、全然大丈夫だった。コロの時もなんか涼しかったよね。別に涼しくはないけど、暑かったけど、うん、まあ大丈夫かなみたいな。でもなんかあのドームね、冷房効くのに3時間ぐらいかかるんだって。ね、らしいね。ね、冷やすのにね、大きいからね。でも3時間経っても暑かったけどね、私。暑かったよ。暑かったけどね。めちゃめちゃ暑かったね。すごい、カノンたちより皆さんもやばかった。うんね。トヤハートありがとうございます。おはようってなんなん？お昼寝してたんだけど、お昼寝してたんかい？でしょう。そうね、まあ、あの見抜いてたんですよ。皆さんが寝てるなと思って。いや、ひどすぎる。じゃん。これココアが書きました。書かれたココアにココアを。ココアのサインとハートと、あとこれココアかな。ココア書かれてる。一押しのアイスは何ですか？なんだろう。でもこよく食べるのクーリッシュかな。スーパーカップの抹茶。抹茶？抹茶あったっけ？とハーゲンダッツのほうじ茶。あ、来た、ハーゲンダッツ。めっちゃ美味しい。え、欲しいの？めっちゃ美味しいほうじ茶だけ。ほうじ茶、やばい、マジで本当に。欲しいの、ほうじ茶って。めちゃめちゃ美味しい。なんかほうじ茶のさ、いろんな種類。だってほうじ茶好きだもん。あ、そうなん？うん。ほうじ茶美味しくない？でもほうじ茶だって美味しかった。この前なんだけど。お茶味の炭酸みたいな。めちゃめちゃまずい。そうなの？うまかった。なんか期間限定みたいな。めちゃめちゃまずいって。めちゃめちゃうまかった。のだかんで。あれ見えやってみた。アイスキキ、ん？キキアイス。わかる！やる？やりたい！アイス買ってくればよかったね。買ってくる？今から。アイス買ってきたらよかったね。ほんとに。だってもう、今日で終わりちゃう？そう、買ってくればよかったね。機械ちょっとしくったね。機械ですね。その時は頭終わってなかったわ。よかったもんね。うん。言うと、聞きして、聞きなんとかがしたい、まず。やったことないから。聞き玉ねぎする。淡路島の玉ねぎ。え、絶対、あ、わかる。を門脇は当てられるのか。え、絶対全国の甘いって言われてる玉ねぎをネットでちょっと取り寄せるからやろうか。それはやばいかも。だめ、それはちょっとやばい。それ絶対無理かもしれない。キジョクパン、え、パンいける？キキ無理無理。だってどこの店の何とか分からんもん。うん、確かに。え、あれはあのコンビニに置いてあるあのなんかロイヤル。あ、メロンパンできる。キキメロンパンできる。多分コンビニごとの。あ、めちゃめちゃ高1の時めちゃめちゃいろんなとこ食べてたもん。あとね、芋けんぴもできるよ。コンビニのキキ芋けんぴも食べてる。
めっちゃ食べたもん。えー、だってメロンパンしてほしいな、みゆ。可愛くない？メロンパン、メロンパン、メロンパンできるって可愛くない？特技にしようかな。特技まで入っちゃう。でもいいじゃない、やる人いないじゃん、ほとんど。おもんないからね。嘘、おもんない、おもんないでしょ。おもんないかな。じゃん、でもケピ美味しいよね。でもわかる。この一瞬静寂。うまい棒、待って、キキうまい棒ってさ、キキじゃなくないもん。うん、もう味ついてるからね。それはもう無理でしょ。焼酎、あ、あざまし。あれ、明日ってあったっけ、なんか。歯磨きがあるよ。夜ね。歯磨きって聞こえた。キキ藤原。カノアちゃんのシャンプー変わったらわかる。あー。けど、アワちゃんもカノのシャンプー変わったらわかるよ。変わったでしょ、シャンプー。私？うん。最近。え、結構毎日違う。カノシャンプー毎日違う。これは握手会の時あのシャンプー。昨日とシャンプー違うよ、カノ。うん、違う。匂い違うもん。甘いでしょ。昨日めっちゃ匂いやばかった。バラみたいなやつでしょ、あれ。なんかあれの匂い苦手なの。あ、苦手なの。バラの匂いあんま好き。あのレッスン中にさ、カノンタンとすれ違った。あ、違う、それあれだよ、あのスプレー、あの、あ、スプレー、早く髪の毛乾かすスプレーみたいな。めっちゃ匂いする。あれ超匂いするんよ。そうだ、ね、あれはシャンプーじゃなくて、うん、早く髪の毛乾かす用のスプレーみたいな。みやみやは髪の毛少ないけど、早くよ。キキメンバーは？キキメンバーって何？え、できそう。できるくない？どういうこと？この首の匂い嗅いだら可能できる気がする。誰？これ誰？これ誰？みたいな。え、ちょ、匂い、これ？え、やだよ。なんで？やだよ。なんで？匂い嗅いでよ。どんな匂いするのかな、みや。楽しみだな。嗅がれたくなくない？ない。カノン自分嗅ぐけど嗅がれたくないよ。嗅ぐの？うん。ど？え、よくあーちゃんの子嗅いでんじゃん。あ、いいニュース？うん。他は？誰、誰かやった？結構みんなにやってるくない？カノンここに、あ、顔のせてるとき大体そうじゃない？お疲れ様って2回も言ってんの。お疲れ様、お疲れ様みたいな。え、そうだな。じゃあココは？ココ？うん。コッコ、コッコの匂いするんや。ココ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 コこんなもん、いつも。誰がいい匂いなのって。一番誰？あーちゃんです。さすがあーちゃん。でもあーちゃん以外あんまり嗅がないけどね。あ、そうな。でもよくあーちゃんだってさ、こうやってるじゃん、いつも。うん、あんたもな。いいよ、そんなやつ。はぁ、あ、あ。いや、たまに、たまに、たまに、すごくたまに。いやいや、はちょっと。え、ゆいちゃん、はやった。うん、そんなに嗅いでないよ。頭の匂いを嗅いでる。あちゃんって顔ちっちゃいね。リザ48さん、アートありがとうございます。もしも雲が食べれるなら何につけて食べる？え？え？何？何もつけなくない？でも醤油かな。雲？うん。雲ってどっちの雲かわかんない。スパイダーの方のこと言ってる？スパイダーだとしても醤油がいいかも。雲。もくもくしてる方も醤油がいいな。そう。え、嘘。ポン酢。あー、美味しい。味知らんだ。めんつゆでもいいけど。あーね、わかる。うん、なんか合ってんのかな。味合ってんのかな。全然わかんない。
皆さんはじゃあ逆に 何がいいんですか。ちょっとあと7分しかないんだけど。ほんまやびっくりした。やばい、あれと思って、もこんな時間経つの早かったっけ。どうしよう、あのメールが送れないです、ごめんなさい。楽しそうだね。楽しいよ、いつもカノンタンとこういう感じね。どうもガンブシされてますよ。ひどい。がーにゃたー。楽しい時間はあっという間に過ぎるもので、次が最後の曲になります。いいつもあれよってここに来て。これユミコにやったら似てないわって言われた。嘘、うん、なんで、特徴掴んでる。つもここに来て。高くね。そんな高かったっけ。どこかの、どこだっけなと思って。かっちゃん花束ありがとうございます。真剣です、真剣です。あと5分しかないからね。ミーが終わったとめちゃくちゃ、ミーが終わったとめちゃくちゃやばい言えない。ミーが終わったと同時にカノンタンがショールーム始まるよね。だそうです。ミューミュー出れない、ミューミュー出れないよ、ね、出れないよ。声とかじゃないと出れない。テレビちゃんと、あ、ありがとうございます。どっちが勝ったか言ってみ。言わせる。まだか、まだ終わってないかな。終わった。メールが送れないよ、なんで。それはやっぱ来るよ、見て。え、しかないかも。ひどい。ねえ、だから小指痛いって言ってんじゃん。なんで小指ばっかり触るの、さっきから。いじめ。え、お腹の色、それお腹の色のが白い。え、え、じゃあもっと白くなれるじゃん。違うよ、なんかね、てか布団も白い。どういうこと、布団も。でもね、やばい、終わんなきゃ、やばい。あと4分よし。じゃあ13位めんどく32リザ4831カノン足くっつって、くっ、足つってるか、くっつくっつって。10位日刊、9位がマッキーさん、8位が TK こと高富さん、7位あつしくん、6位がおとやん、第5位がララさん、4位がロコポコさん、第3位カズさん、そして第2位がしんじくん、第1位がおやすみんみんぜみみんみんぜみ。ハイパーミントジさん、ありがとうございます。よろしい、やってくれた。おつかのん、おつかどわきん。あつかどきん。ビヨンビヨン。あー待って、音楽の日のさ、オフショットあげようと思ってちょっと忘れてた。送んなじゃん今。じゃもう無理、諦めよう。はい、明日だし。明日行ける。違う、明日平日じゃない。明日祝日じゃん。明日送ろう。明日送る時間ある。うん、あーどうしよう、メイク中とか。どうしよう、頑張るしかない。メイク中やろう、頑張れ。はい、じゃあ、はい、退出しました。カノンタンが、花明美優奈です。みみみみみみおさみ、ほい。ではではでは、またね。明日は、明日は出張公演、私がもうすっごい楽しみにして出張公演です。みんな来る方はちゃんと私のこと見るんだよ、見るんだよ。ほんとにほんとにほんとに、あーもう楽しみだ。でいいと、楽しんで一日楽しんでいきたいと思います。
やばいやばい。じゃあおてて、のしわこたとしわくんを合わせて、お疲れ様おたけ、お疲れ様ずみさな。ねえ、一番なんでわかるとかつなんなの。今宵もまた夢で会いましょう。お疲れなんとかなんとかじゃない。お疲れ様ずおたけ。何それ。なんだと思う。内緒。切れた？切れてないよ。時間じゃないの？もうちょ、あと1分。ありがとうございました。またあのゆっくりお休みくださいましましシャシャ。携帯だけのやつがない。ゆっくりみんな休むんだお。バイバイ。はい、またねー。バイバーイ。おやすみなさーい。おやすみなさーい。なんでこんなうねってんだろうと思って汗かいたから。